日田山脈南部長官写真。常年岳、大天井岳などの常年山脈があるため、上高地の奥側にある、日田山脈狩猟線上の穂高岳などは、松本盆地からはほとんど見えない。日田山脈は、富山県、新潟県、岐阜県、長野県にまたがって連なる山脈である。通称では、北アルプスの故障で呼ばれている。木曽山脈、赤石山脈ともに、 日本アルプスと呼ばれることもある。山脈の主要部分は中部山岳国立公園に指定されている。山脈の最高峰は標高3190メートルの奥穂高だけで富士山と北岳に次いで日本で3番目に高い山である。基礎山脈と赤石山脈は断層運動で形成された山脈であるのに対し、日田山脈は火山活動と 断層運動の複合的な要因によって形成された山脈で約270万年前から流起を開始した。その過程は大きく二段階に分割でき、約270万年前から約150万年前の大規模系、超質マグマ形成器と東西圧縮により急激に流起し3000メートル級の山脈が形成された130万年前から現在である。先進予における、 現在の飛騨山脈は日本海に突き出た本州の半島で標高はそれほど高くなかった。この半島はジュラギの付加帯や花崗岩などから構成される。第1段階の270万年前から150万年前にかけて当時新町中間応力上であった現在の飛騨山脈付近の地下に大規模な軽、上質マグマたまりが形成された。 このマグマだまりの浮力により、アイソスタティックに流気し、標高1000メートル程度の高地を形成した。また、この火星活動に関連して、カルデラ形成を伴う火砕流堆積物及び広域テフラが形成されており、総量にして約1300キロ立方メートル、奴隷のマグマが火山噴火として噴出した。代表的なイベントとして、 約225万年前の谷口火砕流、約175万年前の乳川火砕流、恵比寿峠火砕流、約165万年前の大峰火砕流などがある。第一段階終了後、地殻変動の穏やかな期間を挟んで、約130万年前から第二段階の急激な流気が開始した。この流気はマグマの熱によって地殻がもろせいになったところに、 東西の水平圧縮応力が加わり、そこを力学的弱点として、雑屈変形した結果されている。水平圧縮応力の起源は、日本海東円変動帯や、伊豆地海の本州への衝突に関連する可能性がある。この第二段階では100万年前頃をピークに、急激な流気が生じ、3000メートル級の山々が形成された。この第二段階の急激な隆起により、 地下で固結した軽調質マグマの一部である、約120万年前の滝や加工戦力岩、約80万年前の黒部川加口岩などが地表に露出している。これらの加口岩の年代は世界で最も新しい。また、第1段階で形成されたカルデラが、雑屈変形により東側に傾動し、カルデラ西側の構造が侵食により失われている。第2段階でも、 約60万年前に、上手から火砕流、約35万年前に、奥日騨火砕流などの大規模火砕流や、小竹、立山などの火山活動が現在完了進行型で存在しているが、噴出したマグマの総量は300キロ立方メートル、奴隷程度で、第一段階ほどの量ではない。これは水平圧縮応力によって、マグマの近く内上昇が妨げられていることが、 原因とされる。飛田山脈には火山が多く、かつては乗クラ火山帯に区分された。飛田山脈は南北方向の解析や崩壊地形が発達している。これは流気速度が速いため侵食されやすいこと、花崗岩が断層運動により破砕しマサ化して崩れやすくなっていること、60万年前以降の表記に、 強食作用を反復して受けたなどが原因とされている。薄い赤が、フォッサマグナの範囲。赤線は、中央構造線五流岳から望む縦山連峰の、氷河群飛田山脈の形状は巨大な Y 字型である。Y の字の中心を流れるのは、日本の V 字や中でも、その急瞬さと、巨大なアーチ式ダムである、黒部ダムで著名な黒部峡谷である。その西側は、剣岳。 立山などの立山連峰、東側が白馬岳、鹿島槍ヶ岳などの後ろ立山連峰である。後ろ立山連峰の東側に、糸井川静岡構造線が通る。この二つの峰は、南側、すなわち黒部川の原頭部で一体となるが、その接点に位置するのが三股下だけである。さらに、両線は、東南方へと伸び、西鴨尾根を経て、 やりほたか連峰へと連なっている。ほたか岳からは、西ほたか岳の稜線を経て、小岳、さらに最南端に位置する乗倉岳へと続く。一方、北方の稜線は、その東側において、白馬岳から、朝日岳を経て、最後は交通の難所として知られる親淵から、日本海へと落ち込んでいる。主両線の東側には、常年山脈と呼ばれる前衛の山々が連なり、 原沢学、学期岳から始まり、津柏岳、お天章岳、常年岳と続き、霞沢岳と続いている。安曇野を含む松本盆地をはじめ、長野県の平地部分から見える多くの峰々は、この、常年山脈の山々である。津柏岳から大天井岳を経て、槍ヶ岳に至るコースは、表銀座重層コースと呼ばれている。一方、江干岳からは芝岳、 スゴロ岳を経て、槍ヶ岳に至るコースは、裏銀座重装コースと呼ばれている。立山連峰の太郎山から北の又岳、黒部五郎岳、三つ又連下岳を経て、槍ヶ岳に至るコースは、西銀座ダイヤモンドコースと呼ばれている。狩猟線のも沢岳から南西方向に分かれ、槍穂高連峰と蒲田川を隔てて、笠ヶ岳、釈城岳が退治している。最終表記には、 日田山脈の各地に氷河が発達し、槍ヶ岳の槍沢、小高岳の唐沢に見られるような建国群を作り出した。現在では氷河の規模は大きく縮小し、立山連峰の立山及び剣岳に全長 1km 内外の非常に小規模なだれ観葉型の谷氷河がわずかに残るのみとなっている。白馬岳のお花畑日田山脈は、 赤石山脈に比べて侵食が進んでおり、急峻な山陽の山が多い。そのことは岩盤が露出して土壌の発達が悪く、植物性が貧弱であるということも意味する。ただし、白馬岳周辺、三つ股蓮華岳、北の又岳、凄六岳、蝶ヶ岳など、比較的なだらかな山陽の山では、非常に規模の大きな鉱山植物の花畑が見られる。特に、 積雪量の違いから赤石山脈には乏しい湿性の花畑が飛田山脈では豊富である。南部と北部では積雪量に相当の差があり、比較的雪の少ない南部では赤黄山帯、新葉樹林がよく発達しているが、日本海に近い北部の白馬岳付近は大量の降雪のため赤黄山帯新葉樹林は貧弱である。代わりに低木化した水ならや、 竹カンバなどの偽鉱山帯と呼ばれる植生が見られる。森林限界は南部では2400から2500メートル程度だが、北部では積雪のため森林限界が大幅に下がっている地域もある。その森林限界では、廃末が見られる。乗倉岳から南への延長線上にある御竹山までを含める説もあるが、一般には御竹山は含めない。 国土地理院の日本の主な山岳標高の一覧では、鎌が、峰までが、飛騨山脈南部とされ、御嶽山は、御嶽山とその周辺と記されている。ありがとうございます。